どうもパンケーキです。今回もシーズン3の新しい情報がね出てきたんで紹介していこうと思います。まずステージですね。ナンプラ遺跡っていう遺跡のステージですね。見た感じなんか周りがなんか湯の花感のある砂漠地帯ですね。砂漠に佇む姿が美しく観光地として人気の遺跡だ。貴重な資料はガラスで保護されており、バトルをしても安心とのことだ。発掘されたレリーフは保存状態が良く、当時の顔料かなが一部残されている。古代からイカたちはそこら中塗りたくっていたのだろうかということで、映像もね映っているんですけど、なんか見た感じこれまた縦長のステージになりそうじゃないですか。なんかスプラス3のステージ縦長のステージ多い感じがするからな。まあ、縦長で裏取りと か横から攻める方法が何個か用意されてるステージならいいと思うんですけど、もうなんかまっすぐ行って中央で当たるだけみたいなステージだと、まあ、あんまり他のステージと大差ないかなっていう感じがしちゃうから、あんまりそうねまっすぐすぎず裏取りのできるステージだと嬉しいですね。で続いて新武器ですね。 L3 リールガン D が来ました。L3 リールガンに限定カラーのフレームが使用された特別モデルだということで、なんかあの色合い僕めっちゃ好きですね。このリールガンのなんかクリアな感じというか、この水色感が結構好きで、めっちゃなんか可愛いなって感じがしました。でサブウェポンがクイックボムで、スペシャルがウルトラハンコっていう感じですね。サブウェポン強くないか、これリールガンちょっと入るんじゃないかな。ただスペシャルがねハンコなんで、まあハンコ今のところそこまで評価が高くないから、まあ、リールガン使うんだったらシャープマーカーでよくねみたいになりそうな感じはあるんですけど、そこら辺はちょっと出てみないとわからないですね。でもクイボーのリールガン自体は結構強そうだなと思いました。で続いてこっちが問題なんですけど、ラピッドブラスターデコですね。色合いめちゃくちゃかっこよくないですか。なんか昔のさ、なんかビーダマンにこういう色合いのこういうなんかステッカーの貼られたマシンなかった、こういうのなかったっけ、かっこいいなって思ったんですけど、でこれこいつ問題なのが、まあ、ラピっていうメインがまずダイナモに強いじゃないですか。そしてサブウェポントーピードなんですよ。どうなっとる。もう2の時ですらめちゃくちゃきつかったのに、トーピードのラピデ、ラピエリ、何やっけ、ラピデコのベッチューか、ラピッドブラスターベッチューか、めちゃくちゃきつかったのに、またトーピードのラピッドブラスターが戻ってきてしまった。これはきつい。で、スペシャルウェポンはジェットパックということなんですけど、これかなりきつそうだなと思いました。きついな、嫌だな。嫌やな、これ。頑張るか。ダイナモローラーテスラがもう全部破壊できる最強武器になってやってくるはずや。よし、どうもパンケーキでーす。多分やけど今日ちょっとスプラ3のシーズン3の新情報が来ると思うから、それに毎日ダイナモ生活のこの動画をひっつけてると思う。どうやろう、わからんけど、まあ、ちょっとね、引っ越し関係で忙しくて動画をね、あんまり撮ってる時間がなくて、今日の分の動画を用意できてなかったんだな。ほい、しっかりとカバーしていく。危ない。よし、しっかりとかわしていって、あと声ね、めっちゃ反響してるかもしれん。もう引っ越しで家の部屋の中にね、荷物がなくて物がないからめっちゃ反響してるかもしれん。いてててててて、なに、はい、それやるね。はぁ、これ逆に持った方が熱かったりする。いれいれいれ、熱っ、いてぇ、くそ。まずい、まずは先手を取られてしまう。ダイナモローラーあの位置強えな。ナイス、32カウントか。32カウントなら、まあ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 じゃないか。よいしょ。で今日からね、ため撮りしていこうと思ってます。
分どのぐらいまでかな、5日分ぐらいはため撮りしときたいなと思ってる。5日分はね、だから似たようなね、動画、ルールステージの動画がね、ちょっとね何日か続くかもしれんけど、それはごめん、それはしゃあないな、許してほしい。まあ、いつ何時も僕のダイナモローラーはどんなルールステージだろうが強いからいいよな。ていうかさ、昨日さ、僕引っ越し、もう引っ越し割と日時が迫ってんやけど、なんかワンチャン多分熱で出て、もう熱測るのも怖かったんだよな、熱が出てることを自覚したくなくて。でさ、測ってたんやけど、あ、測ってないわ。で、熱あるなと思って測ってないんやけど、頭痛くて体がねだるくて、やべえこのタイミングでインフルとかコロナになるのはマジでまずいと思って泣いてた。それだけは本当にまずいと思って、引っ越しだけは終わらせたいと思って。引っ越しした後なら、あ、おらんかった、ここ。引っ越しした後ならまだしも、トルネードがいいタイミングすぎるんだよな。君、行く、ない。うわー、くそ、なんでやねん、なんで一発目でやれなかった。名前に3200って入ってるもん。 X パワー3200だろ、あの人。なんでやれんねん、この人さ、 X パワー高いけど防御積んでない、これ。防御積んでて X パワーが高いんじゃない、これ。もしかして X パワー高いものは防御ギアデフォルトで積んでることになってる。 XP ボーナス入ってる、これ。ねえ、当たってる、それ。当たってました、ナイス、ナイス。最近黒を使ってる人ちょっと増えたよな。やっぱ黒デコ出るからみんな練習してんだろうな。おもろそうよね、黒デコ。見てー、クソ、相手の防衛つえー。ここはしっかりと前に出ていく。ダイナモあの辺、なんだその動きは。おい、動機ずれ、なんかスプラ3の動機ずれさ、激しい、激しい動機ずれが多い、ほんまに。極端。なんか微妙に動機ずれとかじゃなくて、もう思いっきりさ、その、なんていうの、下に降りて、何回か行動してるように見えて、実は上でしたみたいな、多い。我々まだ看板も突破できてないから。マジか、下手くそ。なぜ今の外すわけ。あー、これは無理かな、くそ。というわけで、今日なんかちょっと新情報が来たのかどうかわかりませんが、何かしらの情報が来ているでしょう。